ですね、くーちゃんの帽子コレクションを大公開したいと思います。まずね、何ハット部門からいきたいと思います。まずこれはじゃじゃん、これはね古着屋さんで買ったので確か1000円ちょっとだったと思います。こんな感じでよくかぶってます。髪の毛はね今回2つぐりなんですけど、この帽子だったら何も髪の毛をくくらずにかぶったりしても可愛いと思います。もう一つこちら、これはねお姉ちゃんのなんですけど、お家にあったので持ってきました。これもねこんな感じで被っています。白と茶色なのでお洋服の色味とかに合わせて被り分けてます。はい、次、今の季節ぴったりですね、ニット帽部門。はい、よくあるじゃないですか、こういう英語が書いてるお洋服だったりニット帽だったり、意味はわからないんですけど可愛かったのでお母さんが買ってくれました。こんな感じで被ってます。ニット帽ってこうまっすぐ被るタイプとこう斜めに被るっていういうパターンあるじゃないですか。いつもこう斜めに被るパターンで、ニット帽ってここが余るからちょっと変になったりしひんかなっていうのが不安で、ちゃんとした被り方があったら皆さんコメント欄で教えてください。はい、でね、こちらの蛍光黄緑、これはですね去年のハンバーガールゼータのねファンミーティングの時にメンバーでお揃いにした帽子なんですけど、その時きりで被ってなくて、今2回目です。はい、被ります。こんな感じになりました。黄緑ってしかも蛍光だから合わせるのが難しいじゃないですか。だからいつも無難に灰色とか、さっきみたいな麦わら帽子の白とか茶色を選んだりすることが多いですね。はい、次、タレン、これはですねなんと聞いてください、私のお母さんの妹さんが手作りで作ってくれました。次に紹介するこの青色のニット帽も作ってもらいました。こんなん手編みでやるってなったらくーもう何年かかるんやろっていうレベルこちらはボンボンがついてるのがポイントで、こういう感じで、これはこう縦にかぶるものなのかな。はい、次はこっちですね。これは割と深めにこうやってかぶってることが多いです。はーい、はい、次、これはベレー帽ですね。ベレー帽ね、この中で一つしか持ってなくて、ベレー帽ってかぶり方もあまりちょっとよく分かんなかったんですけど、挑戦してみようと思って買いまして、絵描きさんに見えますか。シャ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 、はい、はい、次、キャップ部門、てれん、見てこのかっこいい帽子、ここね調整できるのですごくいいなと思います。私はいつも全部そのまま留めてかぶってます。この帽子かぶるときは2つぐくりのときもあったんですけど、ここに穴が開いてるので2つぐくりとかでもかっこよくなってすごいいいと思います。はい、次、もこもこの白い帽子、これなんていうんだっけ、キャスケットのふわふわバージョンで、これはねなんか形がこうなってるので、どういう感じでかぶるのが正解なんやろ、どうですか、似合ってますか。はい、こんな感じです。はい、次、これもねお母さんに買ってもらいました。これもね後ろにここが開いてるので一つくくりにするでもありですし、私はよく何も髪の毛くくらないでストレートにして被ることが多いです。次、ピンクの普通のキャップですね。これはねなんかスポーティーな格好とかちょっとボーイッシュめな格好とかの時によく被ってることが多いです。ここね自分の長さでこういう風に調節してくくることもできたり、ゴムの生地になってるのでストレッチが効いてすごく被りやすい帽子です。これは確かお洋服屋さんで買ったんですけど、セールをしてて多分500円ちょっとやったと思います。はい、こんな感じです。帽子ってこういう風に浅めに被ったり深めに被ったりもできるじゃないですか。皆さんどっち派ですか。クーは割とこういう風に浅めに被る派です。はい、でこれねお気に入りの帽子です。これよく被る帽子なんですけど、この間ね買い物にお母さんと行った時に一目惚れして、えこれがいいって言って買ってもらった帽子なんですけど、グレーなので何でもお洋服に合わせることができるので、はい、こんな感じです。はい、はい、最後は冬のハット編でねー、これは秋頃に買ってもらった帽子なんですけど、このモコモコとバッチが可愛くて一目惚れして買ってもらいました。これを被るとバスの乗務員さん、ガイドさんだって言われるんですけど、私もそう思いますこれはお洋服的にちょっと落ち着いたお洋服だったり長めのスカートだったりの時によく被ったりしてます。はい、次、こちらですね。こちらもすごく安かったです。これは多分500円ぐらいだったと思います。これはこんな感じです。その子の顔の形だったり頭の形だったりで似合う帽子って変わってくるじゃないですか。それが面白いなと思った時もありました。はい、ラスト、これはもういかにもハット。はい、これはねちょっとかっこいい目の服装だったりの時にこういう風に被ったりしてます。帽子の被り方を本当に全く知らなかった時に、平らになってる部分がこうやって前に被るんですね。後ろが丸いとこなんですけど、知らなくてわけわからん被り方をしてて、それ違うでって言われたことがあって、それを今思い出しました。はい、ということで
ね、くーちゃんの帽子コレクション紹介でした。どの帽子が似合ってるよとか、もしね、もしあったらぜひコメント欄で教えてください。ということで、また次回の動画も見てください。バイバイ。